さあガングレビューの時間でございます、えー。毎回ですね、音の出る、ね、音が出なきゃダメなんですけどね、ラジオですから、えー、音の出るおもちゃをですね、新しいものを持ってきては、えー、紹介しております、えー。今日はですね、デラックス無限ゴーストアイコン。はい、登場しました。いよいよですね、仮面ライダーゴーストもですね、もう本当にもう終盤に向けてね、まっぐら、ねえー。で、まあ、これ一応私の知ってる限りでは、こちらの方のね、この無限ゴーストアイコンがですね、えーまあ、最後の、まあ、 メインおもちゃにななるかなと思ってます、はい、で、えーまあ、の今までのねゴーストアイコンとちょっと明らかに違うのは今までの,その目玉のところですね目玉のところは同じなんですけど頭からニョキッとこうねこう。 竹コプターが出ててるみたいななデザインになってますで、えー、無限ゴーストアイコン、無限という言葉がついてますので、えー、いわゆるインフィニティっていうやつですか、あのループですよね、無限ループの、えー、デザインが、そのな、竹コプターみたいな感じで上にポコッとこうくっついてると。 結構得意な <laughs>、ね、あの変わったデザインになっております。で、こちらの方ですね、ちょっとご紹介したいと思いますが、まずね、ただね、いろんな機能が入ってるんで、えー、っとね、まあもちろんそのゴースト、えー、無限魂に変身するという、これ一つですよ。でね、えー、いろんなね、あの音がたくさん入ってるんですけど、まず7つの大技っていうのが入ってるんですよ。これまた紹介します。そして、たけるくんのですね、セリフが入ってるんですよ。これいいですね。 でちょっとパッケージを開けまして、よしょ。で今、手に持っているんですけどね、ちょっと、よいしょ。ね、札を外して、えーまあ、プラスチックですけど、えー、やや薄い、まあ、グリーンというかねブルーの、ででちょっとこう透明感がある、ね、プラスチックですねで。そのプラスチックそのものの中にですね、 スパークリングっていうのかなこうキラキラっと光ったものをまぶしてる感じで、まあ、なかなか非常に綺麗なね、あな形態というか形ですねで、えー、一番トップにあるのがです、ねえー、無限ゴーストアイコンのいわ、まあ、ばデラックス版ですから、えー、カラーのです、ね、ステッカーがこれ結構綺麗なんですよねで、えー、入ってるわけなんですよであの無限魂の顔のデザインもです、ね、ちゃんとこう、ねえー、印刷されてまして 単に印刷っていうだけじゃなくて、こう、非常に七色に光っててですね、非常によくできたステッカーになっておりますね。はーい。で、えー、LED がね、トップのその無限あの、ね、インフィニティのデザイン、無限ループのところについてまして、で、電池がね、まあ、ボタン電池なんですけど、3つ使ってるんですよ。結構豪華ですね。3つ使う、あの、っていうのは、結構、この、この、まあ、あの値段のね、おもちゃで、えー、 ボタン電池見つかっていのは結構豪華だなってちょっと感じがありますね、えー、ではですねまず最初に、えー、無限ゴーストアイコンで使いましてたけるくんのセリフが入ってるっていうのをちょっとやってみたいと思いますねでこれちょっとこっちがコツがありましてボタンを押すんですけど、えー、5秒以内にもう1回押すとたけるくんのセリフが起動するとそれ以外では出てきませんのであれ故障かなとかって思わないように気をつけてくださいね5秒以内に押していくと、はい、ではまずこれで聞いていきましょうこういう音が出ますね これ起動音ですね。俺は俺,俺は俺を信じる。俺は俺を信じる。命燃やすぜ。命燃やす変身。は。は。魂は永遠に不滅だ。深いメッセージですね。はあ、そしてこれでスイッチ音が元に戻るわけですね。えー、ですから一二三四五六えっ、ー、と六つまあ変身音を入れましたスイッチ音を入れまして六つで彼のタケル君の声セリフとしては五つ入っております。 はいまあ、この辺はちょっとね、えー、お得な感じがございますね。で、えー、ちょっと早速でですねあのドライバーの方に行、ね、ってみたいと思いますが、えー、まずね順番としてやるときにですねあのアイコンのデザインをループのデザインにちょっとは,はいねループデザインの方に直してこれで準備完了でございます。でちょっとね、えー ゴーストドライバー持ってきております。で、今日はあの無限魂のあのソフビもちょっとそばに持ってきてますけどね。はい、電源入れますね。えー、っと、これかな。ゴーストドライバー。はーい。で、ゴーストドライバーを、えー、開けましょう。パカッと。はい、では、えー、カメラでゴースト無限魂に変身でございます。入れます。閉じます。 変身はい、えー、いろいろ音が出てるんであのセリフがちょっと書き消された感じがあるんですけど何て言ったかというと「あーい」って最初に言いましてそして「無限進化」って叫ましたね。 そしてその後、バッチリミナー、バッチリミナーの大気音が流れた後にトリガーを引きます。そうすると、えー、変身するわけなんですけど超海岸無限ゴゴゴゴ,ゴーストというふうに叫んで、えー、変身を完了すると。 その間ですね、えー、あの、まあ、ゴーストドライバーの頭からポコッと、このね、先ほど言いました、無限ループのデザインがもう出てますんで、頭にコパーッとタケコプターが出てますんで、で、そこがその LED ね、非常にこう、綺麗に光ります。はい。で、えー、これでもう変身が完了したということなんですけど、えー、この後の遊び方っていうのは、今までのねあのた、あの、ゴーストアイコンと,ちょ,っとちょっと違います。やっぱ独自の音が出ますんで、えー、ちょっとやってみたいと思いますけど、7つの大技遊びというのがあるんですね。 で、この変身の後にしかちょっとこれ起動しないんですけど、トリガーをひあの、ね、あの引くだけの作業なんですが、一応7つ、色の発光色もですね、イエロー、レッド、ブルー、オレンジ、パープル、グリーン、ホワイト、全部 LED で光ります。で、その色ごとに、その大技っていうんですか、7つの大技、これセリフが入ってるんですね。イエローだと、喜びストリーム。いいね。 どんなストリームがない経験してみたいな。はい、でレッド、ね、怒りスラッシュ。怒りスラッシュ、はいね、ブルー、悲しみブレイク。なんかちょっとこう歌になりそうな感じですんね、なんか悲しみブレイク、はいえー。オレンジ、楽しいストライク。いいわ、なんか楽しいストライク。ね、パープルの色だと、勇ましュート 勇ましゅうとって言うんですけど、これ、勇ましいだと思いますね。だからまあ、ブレイブだとか、その辺の言葉だと思いますけどね。グリーンの色だときは、新年インパクト。<laughs> 新年インパクト。いいぞ。なんかノリがいいね。ホワイトだと、ラブボンバー。ラブボンバー来たよ。<laughs> どんなボンバーやろうね。はい、ちょっと早速試してみたいと思いますが、これね、 あの一度には全部7つの音を出せることできないんで順番にやっていかなきゃいけないんですよ。で最初にまず7つの大技遊びでトリガー引っ張ってあのセリフが出ましたそしたらね次必殺技でこれがゴッドオメガドライブゴッドオメガドライブね。でもう1回トリガー引いてゴッド大目玉、はい、まずこの一連の流れを1回やってみましょう、はい、では行きますよ引きます。 怒りスラッシュが出ました怒りスラッシュ、えー、LED がレッドに光っておりますね今ねでは次ゴッドメガドライブいきますね必殺技ですよトリガー引きます 神様レベルになりましたからね。きますよゴッドオメガドライブはいで必殺技もさらに強力もうこれ最終形態だと思いますがゴッド大目玉神様大目玉でございますはい。 はい、でこれが一連のね流れ、えー、まずは7つの大技を遊び必殺技ゴッド・オメガドライブそして必殺技のゴッド・大目玉遊びとこれがもうレバーでガッチャンガッチャンやってると続くわけなんですがえー、こっからちょっとは折ります、えー、な要するに聞きたいのは7つの大技を遊びがね聞きたいので、えー、残りのゴッド・オメガとそれからゴッド・大目玉これは省きますねでは行きましょうこれです はい、悲しみブレイク、えー、これブルーが当てられてるんですけどねいいですねブルーはやっぱり悲しみの色っていうのはちょっとこう出てるのかもしれないですねブルースっていうぐらいですからねはい、えー、そして、えー、あと飛ばしますねでちょっと音を3回いきますよ はい、楽しいストライクね何が起こるんでしょうねこれやってる時にちょっとぜひ番組見なきゃいけないなこれオレンジ色でございました楽しいストライクねどんな技なんでしょうねではもう一回3回飛ばします はいこれ「いさましュートねなんかこう言うそうな感じが英雄がやってくるようなね言うそうなイメージの音楽が流れました「パープル」でございますもう一回三回いきましょうシシ「新年インパクト」 インパクトある言葉ですねこれ色がグリーンに光っておりますねはい次行きましょうはいラブボンバー、はい 僕的にはこれが一番インパクトがあります。はい、えー、白色はね、LED の色弱は白でございました。ラブボンバー。えー、まだ残ってますね。もう一回三回いきましょう。いはい、喜びストリームと。 いうことでございますね、えー、これがね以上ね、えー、無限ゴーストアイコンの中に入っている音声でございますちょっと出してみましょうおやすみはいおやすみということでいかがだったでしょうかね、えー、無限ゴーストアイコンあのー、いろんな音それから、あのー、色がね LED の発色が入ってますんでこれはいいですね はい、で、えー、うちのお店の方でもですね、えー、70個ぐらい <laughs> 仕入れましたですけど、えー、ほとんど売れてるということで、えー、まだ全部売り切れってないかなあでもねかなり、ね、売れましたんでこれはねいいですね楽しいですゴーストアイコンを集めてる方にとってはこれもうおそらく最後の、えー、ゴーストアイコンになると思いますんでもう肝心要でございます、はい、大事にねぜひ探して手に入れといてくださいね。 さあ、とういうことで、今日のですね、えー、ガングレビューの方は、デラックス無限ゴーストアイコンね、ね、えー、カメラダゴーストもこの夏で終わりという季節でございます、えー。最後のですね、ゴーストアイコンをね、ぜひゲットしていただきたいなと思いますね。ということで、さあ、それではですね、曲に行きたいと思いますが、よろしいでしょうか。えー、やっぱりゴーストの曲ですね、この曲で行きたいと思いますね。騎士団の曲でございます。Okay, let's hear t h i s song. 我らを思うゆえに我らあり、by 騎士団。